お久しぶりです。アベゴンです。3月になり桜マス釣りが解禁になりました。今年初釣りは桜マスを狙います。去年はグルッチが釣りましたので、今年はアベゴンも釣りたいです。での釣りは基本的に遊具券が必要になります。ルールを守って釣りをしましょう。アベゴンとグルッチは年券を購入しています。サクラマスを釣るために通うので年券がお得です。しばらくキャストします。とりあえず投げて投げて、タクラマスがかかるのを祈りながら釣りをしていきます。爆風&気温1度、寒いです。スプーンを遠投して桜マスを狙います。寒いと言っても去年よりは気温が高いので比較的釣りしやすいですが、冷たい風のせいで顔が痛い。大事大事。いやー、全然反応ない。全く反応なく1日目終了。2日目に続きます。2日前はポイントを変えてスタートします。左手の指が激痛でキャストが変になってしまいます。怪我をしていても釣りがしたい釣りジャンキーのアベゴンです。正直かなり痛いです。ズキ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 今しています。
ダメだ、指が痛い。指が痛いので撮影に専念します。2日目はグルッチと マッチョマンと来ています。マッチョマンはワールドシャウラーを使用してますね。かっこいい。ロケーションバッチリ、とても絵になります。今年も頼みますよグルッチ。ここからは視点を変えます。グルッチカメラで撮影します。ここに沈み根がたくさんあるので根がかりしないようキャストしていきます。焼酎のアベゴンの代わりに頑張れグルッチ。定点カメラで早送りします。
たすら待つ釣りです。なかなか状況変化がないので、こんな感じで撮影してみます。二人とも頑張れ。今回は3人とも桜マスからの反応がなく、調校終了となりました。次回リベンジに期待します。ご視聴ありがとうございました。